カーピです。査定年度変えてほしい選手、今回も3名ご紹介。1人目、秋山浩二選手。査定年度は87年、ホームラン43本、38盗塁、パワーソール系同値になってるんですが、トリプルスリーの89年どうでしょう。ワンチャンオールエド落ちも期待できるかも。2人目、黒田博樹選手。査定年度こちら、メジャー移籍前持ってる球種がこちら。リアタイはちょっと厳しい感じ。これが日本球界復帰後になると動くボールが増えてリアタイ向けの投手になるかも。3人目、小久保博樹選手。今の年度は2001年、ミートが A に乗れません。97年どうでしょう。打点王の年、ミートパワーエド落ちもいけそうで、かつメインポジションがセカンドになりそう。はい、こんな感じで査定年度もいろいろ変わると、今年どの年かなみたいな、そんなワクワクもあるかなと。引き続きリクエスト募集中、コメント欄に書いていって。以上。